クイントン・アントイン・マクラッケンは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州、ブランズウィーク郡、サウスポート出身の元プロ野球選手。ウトリョ良ダ。現在は、MLB のタンパベイレーズ参加のトリプル A 級、ダーラムブルズで三塁コーチを務める。レーズの球団史上で最初に打席に立った選手である。1992年の MLB ドラフト25巡目で、コロラドロッキーズから指名され、 プロ入り。1995年9月17日にメジャーデビュー。翌1996年より第4のガイアッシュとしてメジャーに定着した。1997年オフにエクスパンションドラフトによりタンパベイデビルレイズへ移籍した。その後はメジャー4球団と独立リーグであるアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュを渡り歩き2007年に引退した。 引退後は、ダイヤモンドバックス、ヒューストンアストロズ、マイアミマーリンズのフロントに在籍した。2019年からは、タンパベレーズ参加のトリプル A 級ダーラムブルズで三塁コーチを、務める。瞬速を生かした守備は固く、肩も強くて正確であった。打撃では、内野手の間を抜けるアンダが多く、加速の良い走塁は常にネクストベースを狙う、積極性が売りだった。 ありがとうございます。